竹内が9時竹内が9時10月3日昭和21年11月18日は日本の弁護士、教育者、政治活動家。法政大学総長、第2東京弁護士会会長、国本社専務理事。学位は法学博士。岡山県久保屋郡白楽市村に生まれる。苦学して明治26年に陸軍共同団に合格。 明治30年に二等軍曹となり、不評、第21連隊に配属。翌年陸軍士官学校に入学する。しかし上官と喧嘩をし、陸軍を退職。その後、麻布中学の体操教師をしながら、和仏法律学校や幹部に通う。明治37年日露戦争に出生、砲兵将尉として、のみ東方大に配属され、 翌年大連に上陸するも病により本国創刊、召集解除となる。その後法政大学に復学し、明治39年卒業。明治44年に司法試験合格。翌年弁護士を開業する。雑誌に書いた論文を、同郷の平沼紀一郎に絶賛されたのを機に、懇意となる。東京帝大の上杉新吉に指示。 学生団体広告同士会の機関誌、国本を大田構三と共に発行した。大正9年に、東大経済学部助教授、森戸達夫が、経済学研究総監号で、クロポトキンの社会思想の研究を発表したとき、竹内らはこの論文を危険思想であると訴えて、刑事事件にまで発展させ、森戸と編集者の大内表衛を求職に追い込んだ。 この広告同士会を基盤に、大正13年に国本社を設立。平沼が会長となり、山川健次郎や東郷平八郎らを顧問に招いた。当初東京弁護士会に所属していたが、役員選挙の激烈化に伴い新しく設立された第一東京弁護士会に移る。しかし、両者の対立は収まらず、関係者や新しい会を作ろうとする勢力から、 第三極たる弁護士会が要請されたため、竹内は自身が中心となって作った法律研究家の団体である知人会を率いて第二東京弁護士会を創立した。後に会長となる。昭和8年に母校法制大学で起きた学校騒動の調停に一役会、昭和11年に同大学の常務理事、昭和17年学長、翌年総長に就任。 荒木貞夫と大川衆明を両翼に廃止、名優、井上達造を余下町に任ずるなどして、学内の軍国職を一層強めていった。廃戦後の昭和20年11月に竹内総長廃跡運動が起こり、翌年2月に法政大学総長を辞任。同年11月18日、長出館により、世田谷区の自宅で死亡した。その葬儀は、 第2東京弁護士会の改装として行われた。ありがとうございます。